さんたちが泳いでいるんですが、これは実際魚類の皆さんがですね、実際に取りに行って捕まえてきてくれた魚たちです。そしてですね、こちらの水槽メインで飼育しているのはエトピリカと呼ばれる海鳥を飼育展示しています。さあこちらですね、よくペンギンと間違われるんですが、ペンギンとは全く別の生き物なんですね。ペンギンは空を飛ぶことができませんが、エトピリカ、空を飛ぶことができます。そしてですね、水面だけではなく水中も泳ぐことができるんですね。なので、お昼に開催されていますフィーディングタイムなどではですね、水中に入った餌をめがけてこうバタバタと羽をバタつかせて泳ぐ姿なんかも見ることができます。